どうもこんにちは、ビカスです。今日はですね、船橋に今いるんですけど、ブルジストンさんの、新しいスタッドレスの試乗会に来ております。では行ってみましょう。ミラーバーンという現象が起こりました。この凍結路面に対しては、ご用意しているのなんですけども、こちら発泡ゴムって書いてあるんですね、うん、これスタッドレスタイヤのゴムをタイヤに巻いております。はい、はい、巻いてるんだ。はい、非発泡ゴムと書いてあるのが夏用タイヤのゴムをタイヤに巻きつけてます、はい、綱引きを実際にやっていただきたいなというふうに思っておりますので、はいはい、なるほど。せーの、おー、はい、全然違うな。もう出だしから違う。では行きます、はい、おお、すげえ。お、滑る滑る滑る。あ、なるほど、こんな感じか。まあゆっくりやれば滑らない。うん、まあさすがに人力では結構グッてやんないと滑らない感じなのかな。さあ止まんね。さあゼロ発進。あ、やっぱり思いっきりこごうとすると空回り。あ、ちょっと力入れると抜けちゃう。なるほど。で、あ、怖えな、これめっちゃ怖えな。あんだあんだあんだ。おお、なるほど。横滑りする。あ、フロント逃げていくな。お、曲がった曲がった。逃げていく逃げていく逃げていく。なるほど、よしゴー。さあさあ、おおお、なるほど、滑るけど、あ、違う、滑んねえ。あ、めっちゃ走るこれ。雨、止まんねえ止まんねえ。よし、スピード出しすぎた。さあゼロ発進、行くね、行くわ。あ、全然違う。さっきのラジコンより分かりやすいかも。フロントが全然逃げない。これはすごいな、こんな違うんだ。これスリックですからね。で、なかなか抜けるけど、抜け方も意外と穏やかに抜けるんだな。あ、なるほど、これは面白いぞ。はいはいはい、なるほど。こっちは全部細かいサイプって呼んでるサイプがあるんですけど、はいはいはい、こっちはサイプがないバージョンです。はい、おー、こうだんだんなんでだんだんこっちからどんどんこっちに行くと縦溝だけ。おお、なるほど。なんでこっちからどんどんこう進化していくという。はい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 、これあの、はい、いや、そもそもまずこの模様って、はい、これってどうやって決めて描いてるんですか。それはですね、図面で、はい、原寸の図面をまず作ってですね、はい、それを、はい、こうラミネートシートみたいなやつが、ああ、転写するというか、それをラミネートシートをこう当ててその上から銀線をこうなるほど、すっげえな、アナログですめちゃくちゃアナログなんですけど、こうですね、ゴリか。じゃあ行きます。さあ、まずはスリックタイヤから
行こうと思います。ETC カードが挿入されていません。このスピードだとね、正直ね、一瞬わからない。あ、滑った。やっぱりスリックは滑るんですけど、そもそも発泡ゴムなので普通のスリックタイヤとはちょっと違うわけですよね。なるほどね。で打角を増やしていくとやっぱりちょっとアンダー出るかな。なるほどね。いや、なかなかこういうタイヤを履いて走るっていう機会がないので、これものすごくありがたいというか楽しめる試乗会になってますね。なるほどね。ちょっとじゃあもういいや、これまっすぐ行こう。今旋回をやったわけなんですけど、8の字とね。次は怖いな怖いな。ここで、一回止まって、加速とブレーキですか。はい、じゃあゼロ発進からいきます。加速、まあもう滑ってますよ、全然滑ってますよ。でどのぐらいで、おお、もう今このぐらい踏んだだけでもロックですね。あ、なるほどね。まあ滑ります。じゃあ次はですね、復刻版の PM20 っていう初代ブリザックを試してみようと思います。よいしょ。よ、はい、では行きましょう。これが PM20 復刻版の初代ブリザックですね。これね、手彫りですからね。これ手でこのパターンをブロックを作ってる。ですね全然違うわ。初代ブリザックすげえな。 ABS は効く。まあ滑りますけど、滑り出しがやっぱり穏やか、全然違うの。おお、アンダー出た。まあでもやっぱり滑るな。まあスケートリンクなので、まあ、それ滑るんですよ。ただ滑るんだけど、その滑りをどうコントロールするかみたいな。なるべく穏やかでありたいし、止まるときは止まりたい。で、今アンダー出てます。なるほどね。いや、まあ滑るんですけど、穏やかに滑る。で、回復はちょっと待てば、まあ回復はするかなっていう感じですね。なんかね、そもそもね、これプリウス自体久しぶりに乗ったんで、ブレーキの感じがちょっと慣れないんですけど。さあ、ではちょっとね、ここ怖いんですよ。ここがゆっくり行かないとね。さあ、一旦止まりましてと。さあ、加速どうかな。あ、まあ滑るけど、さっきより全然進む。で、ブレーキ。でもグッていう感じはあるな。さすがそこはスタッドレスっていうとこなんですね。なるほど。ほら、グッて曲がるでしょ。車がこう、ちょっとグッて。それはできるんだ。そのぐらいの滑らなさはあるっていうことなんですね。
じゃあ新しい VRX3 よし。VRX2 は散々北海道で走ってきたんで、で、今日の予定これで、まあ、終了というか最後晩ご飯を食べようかなといったところでございます。うわ進まねえなこれ、楽しみだな。よし行きましょう。あもうね聞こえますかこの音、この音、氷噛んでる音。さあじゃあちょっとグン、おおおおおなんだこれ、 ETC カードが挿入されて、おいおいおい曲がるじゃねえか、嘘でしょ。まあ、ちょっと今アンダーは出てますけど、いやいいね、ほらグリングリハンドル効くじゃん。なるほどね。でこれね今ちょっと車速上げていきますけど、なんだろうこのグリップ感、溢れるグリップ感全然違うの笑っちゃうな。いやーこれはねすごい進化だわ、こんなに違うんだ。昔の人かわいそう。これは違う。こうほらもうね、こう今グッてしたの分かりますかね、氷の上走ってんじゃないみたいで、これはちょっとね逆に過信しちゃう部分もあるんじゃないのかなっていう気もします。なんか全然、何これ、あんた出ねえよ。ちゃんとこうタイヤがブニってねじれる感じまで伝わるぐらいのグリップ感がある。すげえぞ VRX3、 すげえぞこれ。ひょっとするとあ怖いでも怖い、滑ってないんですけど怖い。ゆっくりねゆっくりめにね、さあはい、まっすぐ来たよこれ。さあじゃあ行きましょうか、ゼロ発進。おお進むわ、はい、でブレーキ、嘘でしょ見ました今の。グッて止まんの、いや滑りますよ、滑るんですけどグッて止まんの、なんだよ昔の人かわいそうさあということでいかがでしたでしょうか。軽トリンクでの試乗だったわけなんですけど、まあ面白かったですね。基本的に氷上で前にも後ろにもグッて出る感じってなかなか出ないと思うんですよね。それがねかなり体感できたんで、今回の VRX3 かなり良さそうですね。はい、でこれもう1回ね試乗会ありまして、次来月なんですけど、でそこでは2と3の乗り比べできるってことなんで、直接的なその進化具合が次回は分かるんじゃないかと思います。ということで、この話次回に続きます。以上です。じゃあね、さあいかがだったでしょうか。もしよかったらねこちらも登録お願いします。じゃあね。